もしもし。もしもし、寝てた？寝てねえわ。あ、寝てない？今回聞いてるかもしれませんけれども、はいはいはい、すごく過酷な戦いが僕たちを待っていると。そうですね、はい、12時間ですか。機種もですねまあ、アイムジャグラーの設定6 VS、はい、ハーデスの設定4ということで、謎に包まれたとこですね。あ、まあ、なんかこんな言い方するのもないけど、まあどっちでもええわみたいなどっちも置きたくねえわと思いながら、過酷やからな、両方な、 ある意味ね。いやちょっとね、まあアイムの6言うたらね、確かにホールでも打ちたような機種やけど、ちなみにですね、決まってます、どっち打とうかなみたいな。いやー、俺はほんまどっちでもいいかなと思ってるけどちなみにコウタロ君どっちなん？じゃあ、いやいや言わへんけど、僕は一応決まってるんですよ。ぶっちゃけ多分、まあこれ順当にいきゃアイムの6が勝つと思うよ、はい、そらね、雲行けでハーデス勝つから、はいはいはい、まあ、そういう意味でもまあいい勝負になるんかなと思いながら、まあ引けへん自信がないやつは、やめろそういうの。A タイプの人じゃいいんちゃう？そういう振りなしにしようや。ちょ、選びづらなるやん別に。あ、いやいやいや、俺ハーデスかもしれんけどな。いや、じゃあじゃんけんします。じゃんけんしますか。最初はグー、じゃんけんパー。パー。あ、いいよね。最初はグー、じゃんけんグー。あー、チョキやった、ごめん、言うの忘れた。ほんでできるよと思って今までやってきたし、はいはいはい、今まで散々いろんなこと成功してきた。今日12時間実践する機種、私、うん、アイムジャグラーで行かせていただきたいと思いますありがとうございました。電話切らせていただきます。また3時間お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。おい、ちょ待てよ。おい、12時間、ギャラソン踊りバトル実践スタートということで、12時間ギャラソン踊りバトル実践スタートでございます。まあ、チェリー狙いのそのシミュレートを見る限りではこっち 106.55% なんですよ。でハーデスがですね110ちゃうわ、ハーデス4やから 105.74。 でシミュレート値を見る限りではアイムの方が優勢ですね。まあそりゃそうですよ、6対4なんで負けてらんねえよと。アイムで大事なのはやっぱり回転数稼ぐことだと思うんです。まあノーマルタイプなんで、まあ、回せば回すほどプラスになるっていうような機会であれば、例えば12時間かけて6000回転でしたとかはちょっともったいないかなと。まあ目標は8000回転ですね。おい、355ゲーム単独レギュラー一生当たらへん裏物やったらどうしようかなって思ってたんで、まあとりあえずは良かった良かった。まあでも現金投資するのってまあ1万円ちょっとまででしょみたいなとこあるんでね。アイムの6なんか久しく打ってへんから分からんな。まあパパンとビッグ引ければ、それこそもう、おいチェリーから、頼むぞ頼むぞ頼む。うん、ホールならまだしも、スタジオでビッグ引けねえっつって泣くん嫌っすね。うん、今いつやろ。チェ248。まあ分かってた分かってた。うお、これ回転中やったぞ。あるんじゃない、初ビッグだよ。4連続レギュラーですね。さすが6とかならんから別に。はいはいって、おっと、おい59、比較的早かったぞ今回は。コングラチュレーション、コングラチュレーション、素晴らしい。いや、こんだけ待ち遠しかったことはなかなかないぞ。負けてます、もちろん負けてます。これ引いてもなお負けてますし、テンション的には紫7引いたぐらいのテンションになってますけど、まあ、綺麗な赤い7が揃いましたね。いや嬉しいな。なんか1回ビッグ引くだけですごいもうこっから光る気するもんな。おい89、
うら素晴らしい。おい、ギャラ総取り孝太郎くんすんまへんというような一日にしたいわけでございますが、なかなかこうその気持ちに台が応えてくれることはなくって言おうと思ったら光っちゃ、いいだろう。82さ、枚数も間もなくマイナス400枚ということで、一発ビッグ引いても足りひんぞ。きっちりね。よーし、269。ここのもうフリーズですらもったいない時間が。うおい、2ゲーム。頼む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 ぞ頼むぞ頼むぞ。見てくれてる人もつまらんと思ってると思うんです。アイムジャグラーの6や言うても、それ見させられてもちょっとなって思ってる部分も絶対にあると思うんです。ハーデスで引くもん引くような動画の方が絶対にね、見心地がいいというか、やっぱり派手ですから。それでも僕はこのレバーを叩く手を止めずに、なんとか勝てる未来をと思ってぶん回すしかございませんから、終わってみてビッグ1回分買ってましたみたいなこともなくはないと思うんで、まだ勝負は諦めてないですよ。今日最高ハマりかな、ただいま400ゲームぐらいと、1日にね、多分4、500ハマりなんて何回かあるでしょうし、あと、経験則で言うと7、800ハマることもありますよね。ずっとコンスタントに当たり続けるわけではないでしょうけれども、普段やったらやめてるかな、やめてないか、さすがにまだ。結構いい感じに弾けてるもんな、レギュラーとかは。やっぱお店のなんか特徴とか要素とかが あればまだ粘れてるかな、きっちり。単独イライラはしてると思います、ホールで打ってても。今もですけど、もちろん。うえ、32ペイアウトがなんとか 98% まで戻ってきましたね。ビッグ1回引ければプラス収支まではいけるかな。うっと、101枚やから今これで、あら、レギュラーじゃなかった。ちょっとぐちぐち言ってたら早くなってきたぞ。さあ、ペイアウトは 103% ということで、足りてはないです、足りてはないですが、なんとかここに来て、プラスの209枚ということで、プラス収支まで行きましたね。はい、実戦スタートの合図が来ましたんで、アナザーゴッドハーデス、打ってきます。設定4です。4です。で、僕、じゃんけん勝ったら、本来は、アイム、を、選ぼうと思ってました。使い割的にはそんなに差はないんですけど、何がじゃあ圧倒的に違うかって勝率なんですよ。アイムの勝率、約、7、8戦ゲーム回したら大体約 78% ぐらいなんですけど、それに対してハーデスの4は 58% とかそれぐらいしかないんですよ。この差はやっぱりこの12時間という短期間勝負においては結構違うんちゃうかなって思ってて、でもほんでなんかちょうど良かったっすわ。僕凱旋では
一応一撃万枚とかが2回ぐらい万枚はあるんですけど、ハーデスに関してはまだ一度も本当にないんですよ、万枚超えたことが。だからまあちょうどいい機会ですね。いいんじゃないか。右上がりチャンス目、お上がった、いいよ。レア役3回かな。おーいいね、737。よし、刺してました。 OK。 217ゲーム、本当に今日だけは化け死してほしい。マジで勝った。いや違う違う、勝ったとか早い早い。だから戦意喪失できるチャンスや、これ。これは行こう、行きましょう。これじゃないねんな、これじゃない。一応乗せとこ、乗らんね。いやまさか一発目で、ここ大事やぞ、ま、だこういうチャンスをほんまにいかにしっかり伸ばせるかやと思うんで、勝つには見てろよ、後ろ見てろよ。あかん。うわ、ちょっと待って。いやほんまにこれ今日がこれ最初で最後のチャンスの可能性もあるわけですから。うわーちょっと待って、うわちょっと全然あかん、全然動かへん。ちょっと一旦落ち着こう。おーい、どないなっとんねん、どないな。うわーちょギリギリギリ、ちょ一発揃えよ、とりあえず一発。よいしょ、揃ったわ。さあ回る、もしくはもう一発カットイン。うわあ、こうわあ、いいよ、今日か。300とかないから、なんぼ。うわ30か、0個だな。カットイン頼むよ。あーじゃあこうまた弱やけど。え引いたんちゃん、引いてねえわ。なんやねん、2連続。あー終わったか。いやちょっと頼む。続いて、あーないーないー、やっちゃった。あーもうちょっとなんかステージも普通やし、せっ、あかっ。あーいいね。で、じゃあ、引いたんか、これ。そうか。よし。ジャッジメント。ケイ。よし。さあ、誰来るかな？なんかね、もう期待してまうわ。普通に考えたら犬やけど、なんか知らんけど、もう期待してまうわ。こういう展開になると。あ、おはようございます、おはようございます。朝の犬の散歩行きましょう。でここで引くやろ、もう遅いね。はい、最低50。ハーデスでも平均足らずで、犬でも平均足らず。ラスト粘って、はい、あー320枚、1093枚で終了。あーまあループストックないかな、どうでしょう。でループはなさそうやな。結局どうなんでしょうね、その GG 中にジャッジメント引いたりだとか、まあゴッド揃いもそうですよね。おわ来た、うわっ、たかや。ループはなくともここで、これもチャンスの一つやが、こういうとこしっかり取っていきます、いきます。あいーあいーチャンス、おらっ、オッケー、順調やわ、
やっぱちゃう、今日ちゃう、全然ちゃう。ボーナス、まあ、GG 終了後15ゲームかな、ヘルゾーンからペル、あ、蹴るやった。ここで行くね。ほんでこれ腹立つよね、これ腹立つよね。たとえ10ゲームといえど違いは、うん、はい。先ほどと枚数引き継ぎですね。380ゲームの1263枚と。待って、早いわ。400ハマっただけでさ、気づいたらさ、機械割り 102% なってんねんけど。そうか、もうプラ80枚とかしかないの、プラス。え、ほんまに、え、ほんで当たんの、これで当たんの。あ、あぶね。まあ当たりました。とりあえずマイナスになる前に当たりましたけど。嘘やろ、嘘やろ、どんな引きしてんの俺。もうね、もうね、あ、さっきみたいなことは起きませんから。もうここ爆乗せするからいきます。ほらね、ほらね。おい、しゃ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 、回ろ回ろ回ろ、回って、よし、 50% で何回目まで行く。よっしゃ、これ 80% で回るから、回るよ、これは回るよ。よし、よし、楽しいの来た。すっげえ震えるやん。ほんでさあ頼むよ、一発いこう、一発。よし、 50% 以上や、 50% 以上や。もう一個いこう、これ、この一打一打で勝負も決まるって言っても過言でもないぐらい重いから。やちょ、ああああ、すいません、すいません、はや、え、そんな早いの、キャンセル、そんな早かったっけ。すいません、すいません、押してないね、今押す前にバーンとかやられた。そんなん、そんなんずるいわ、そんなんずるいわ、早いわ、もうちょい楽しましてや。なんやの。あ、まあ、ええわ、もう一回回そう、もう一回回そう。で今400、もう平均超えてます。よっしゃい、揃うよ揃うよ、 OK。 よし、もう一発飛べ、飛ばへんけど来た、いいよ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 、飛ぶてなんやねん。あー惜しい、ちょっと赤みたい、赤赤赤カットイン、まだ5ゲームありますから。神よ、全知全霊の神よ、なんでやねん。ちょっとカットイン、カットイン、カットイン。あーあかん、必殺フィンガー使おう。あーかーん終わるか、終わるか、あー終わった。いや、まあ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 、これは十分、これは十分ですよ。500ゲームは十分頑張った。うん、でもちょっと最初のノリや、この流れはね、多分ね、僕今日ゴッと一発か二発は絶対引きますね。なんかそういう日ってありますよね。そういう日、なんか、あ、今日引けるわっていう、なんかすっげー朝から手応えある日とかってないですか。僕今日がほんまに、めったにないんすけど、めったにないんすけど、すげーそんな気がする。スイッ、うわー、これ来た来た来た、いやいや、どうかなどうかなどうかな。じゃあ GG 中やけれども勝負決めてギャラ欲しいもんちょっと待っていきます。おさえったマジかよ、やったぜ、やった。これほら言ってた通りですわ、有言実行です。やりました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。もろたやろ、これ。ギャラもろたやろ、もう。あ、もうまんまに見えてくるわ。見えてくるよ、これ。行きましょう。ああ、いい。何回見てもいいし、何回引いてもいいよね、ゴッドって。何なんでしょうね。この魅力の。パワー、えいやいやいやい、ジャッジメント3つ。
このノリ、この勢い、もう一発ほんまに来る気する。流れてほしいな。やつ流れてほしいけどな。手合わせてしまう、なんかしらんけど手合わせてしまう。よっしゃ、来た来た。なんか流れたらええなって言って、またこれ有言実行や。嬉しい、楽しい。おい、2000枚突破。2合目まで来ました。はい、とりあえず終わっちゃいましたね。ハーデスの分とゴッドの100ゲームが終了して、トータル690ゲームの2182枚と、ペルが 25%、 ハーデスが 20% ありますから、 2% 引けんねんからね。ハーデス、ハーデス、ハーデスでもええぐらい来た。これ一発目でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、それまあ一発はあるからね。うん、いきます。一応230で500やから700、今回どうか。あ、よし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 。ああ、ああ、ああ、ちょ、あかんて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 。ここでしょぼいことしたらあかんねん。ここでほんま今台無しになるから、台無しになるから、最悪や。はい、790枚、2501枚、あと2個、何潜ってますか。あーった、来た、ついに来た。あ、まあまあ頑張りました、頑張りました。今回、今回やっとやっといいの頑張りました。100ゲーム上乗せで現在2500枚か。乗って乗らへんねんな。お、あるか。おいちょ、おし、いた。さあ、久々のジャッジメントよ。上乗せ自体があんまできてないんで、ちょっとここっすね、ここっすね。そろそろペルあたり来てくれてもいいんちゃうかな。ああ、つかよな。はい、60ゲーム上乗せ、残りが73ゲーム。もしもし、ヘイヘイ。あらあらあら、えらい上機嫌で。ちょっとペイアウトから発表しようよ。100は超えてるよね、とりあえず。いや、もうそれはもうもちろん。あら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 、え、超えてますよね、とりあえず。まあそうね、1の位から勝負しますか。せーの、僕の8、2さあ、10の位対決。はい、僕からいきます。はい、0。今さっきやもん、なんなら100まで帰ってきた。え、マジで。レギュラーはまあ2000回転で9回、2100で9回、あ、まあまあぼちぼち、まあ、6やね、やっぱね、いい挙動はしてくれてますね。なるほど。さあ、その引けたのが、はいはい、1日1回引けるのがたまたま最初に来ただけっていう可能性もあるから。そうね、はい、まあ、とりあえずまだ1/4、はい、そうね、まだそうやからね、うんうん、もうちょっとだけ手抜いてもらっていいんで、すいません。あ、すいませんか、そこよろしくお願いします。まあ、ほどほどに行きますんで。はい、わかりました。はい、はい、とりあえず機械割りで言っても、サマイ数的に言っても圧倒的リードはしてます。ただほんまにこれ油断というか、不安はまだまだ全然あるんで、伸ばします、頑張ります。ということで、あの、まあ、コウタロウ君との電話を終えまして、3000枚ぐらいかプラスになってたっていうことなんで、まあ厳しい戦いですよ、もちろん厳しい戦い。正直、そのまあハーデスといえども、設定4といえども、飲まれることもあるだろうって、それも100も承知なんですけど、そんなん言い出したらアイムジャグラーの6でも飲まれることあるんでね。まあここで3000枚差がついてるっていうのはだいぶ厳しいですけど、まあなんとか12時間かけて分回した時に
一歩でもリードできてりゃなと思いますんで、もう結構上の方で戦えると6なんで思いますんで、精一杯分回していきます。ゲッ178ビッグ感すごいあるよ。よっしゃ復活、ほんと困ったチャンスね、このアイムジャグラーは。いい加減で、まあ、1000回転ぐらいじゃね、ごちゃごちゃ言わないですけど。いいねビッグ、もう101ゲーム、ビッグトゥビッグ、毎回期待しちゃう。大きめのサプライズってあんまないんで毎回期待しちゃう。5ペペ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 5、うらいい、すごいいい。あ、これはもうテンション上がってきましたね。すごい驚きのことが起こりました。イン枚数7800、アウト枚数が8600ということで、プラスの855枚、ペイアウト 110% でございます。すこぶる順調っすね、ありがてえ。この後半の一番しんどい時に、後半でもないんか、前半の後半っていうややこしいポジションの時、ただいま13時30分、9時からスタートしましたので4時間30分経過したと、3分の1を超えたところで、ここに来てペイアウトが 110% に到達。いいビッグレンでしたね。まあハーネスとかね、何が起こるか分からへん、その楽しみとかはもちろんありますけど、この台のこうじわじわ、うわ今テンパイも鳴りましたね。台のこうじわじわ、台のこうじわじわバー7で、うわーありがて、26、久々に見たあのプレミア、ビッグ3連発101526と、この3連発でけえ、マジでけえ。73、うわビッグがいい、マジビッグがいい、よれい嬉しい。驚異のビッグ4連発ということで、これでビッグレギュラー1対1となりました。驚きっすね、あんだけぐちぐち言ってたらなんか実るもんですね。こうなってきたらね、あのハーデスって出されてもある程度下がってきたら知らんぞと、ああ出すのはかまへん、出すのはかまへん、でも通常時グダグダとしてたら知らんぞと、いつの間にか背中すぐそばにはアイムジャグラーがおるぞと、振り向いたらそこにはピエロがおるぞというような感じで、出玉の方もこれでプラス1300枚ぐらいまでいくか。いいね119、よか、おい綺麗、160、ちょっと遠かったな。よーしビッグ、それならかまへん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 、うーえい、いいね82、チェリーからです、久々のチェリー重複もビッグです、流れ来てます。結構マジであのテンション上がるぐらい出玉増えてきてますね。
今プラスの1500枚ってことなんで、まあ一時ね800枚マイナスまでいったことを考えると、そこから約2000枚増えてるよと、さすがの設定6といったところで、まだまだね、まあ、アイムジャグラーのこうポテンシャルを引き出してはいると思うんですが、まあ、ビッグさえ引ければという中でビッグポンポンポンと引けてきまして、ビッグもレギュラーも確率よりも多く引けていると。だこの引き強さえ、維持することができれば、キープすることができれば夢の 120% も、すぐそこにと。ブドウ抜いて頼むぞ。シェーチェリーから112、耐えてる耐えてるっていうか、まあ順調に伸ばしてる。はい、トータル950ゲーム、3065枚。ラストジャッジメント3つ目、頼む頼むで、お願いだ。あーおおいた、やっぱいた、やっぱりいた、いるねー。4回目のハーネスでございます。さあ、いやここなんよ、もう一波二波、本当に起こすにはここですから、ここ頑張りどころです。目標500、400、500、500、500いきましょう。よし、初めてじゃないですか赤カットイン、多分2回目か初めてか、そんなん。オッケー、よっしゃ、ぐるんぐるんいこう、ぐるんいくよ、よいしょ、オッケー。すごい音すんなこれ、行く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 やろ、おっしはい、100、もう一発お願い、回って、うわー回らんか、まあいいわ、まあいいまあいいまあいい、でかいからでかいから。さあもう300やからね、よしよっしゃ、これいい、ああ回らへんけどいいわ、いいよ、揃うよ、あー揃わへんわ、あーな、ほ、なんなんすかです、ほんまにカットイン出まくるターンは出まくるんですけど、出えへんターン全く出えへん、あーかん、あーもう降格や、降格、カットイン降格や、よいしょ、うわーなんでやねん、赤やねん、欲しいんはレッド、レッド、うわー、あー、まあ終わるよねー、まあ400か、でもきっかけはまあ、うん、平均以上取れましたし、きっかけは作った、人波、人波二波の波はちょっと引き寄せてるよこれで。はい、行きましょう、残り400ゲーム。はい、4000枚突破。もうちょい頑張れば5000枚いきますけど、まあ、もう潜ってないからね、そこがね、終わってしまう、5000枚届かずか。はい、1411ゲームの4581枚と。まあ言ってもこれ十分ですけどね。あ、あるわ、あるある、よかった、今回はしっかりとループあるでしょう。あれおい、ああびっくりした、びっくりした、びっくりした。はい、15ゲーム、はい、まあぼちぼち80ゲームでスタート。さあ5合目まで、なんやかんや5合目まで来ました、5000枚オーバー。いや結構すごいっすよね、普通にこんなサクッと出せるもんでもないよね、5000枚って。はい、引き継ぎで1561ゲームの5027枚。はい、ルーパーありました、オッケーオッケー、
点。ああ、収束してきてる。あった。90ゲーム。平均以上取れました。はい。はい。引き継ぎの1651ゲーム、5279枚。もう一ループあり、あるでしょうか。ダメでした。まあ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 、でも十分出ました。上がったか。よしよしよし。V37 で、刺してんのか、当たるか、当たってた、もうちょ、あ、あるね。うい、さすがや。特に何も引いてないもんな。なんか勝手に上がって当たりました。4、さすが。さすが4。274ゲーム。3枚が4900枚ぐらいですね、今。カモン、ペル。7.7% か、ペルセポネって。引けるよ、そろそろ。うん。60。ステージは、あー、まあまあまあ。早いな、60ゲームあっちゅうま、252枚です。ん？あれ？ある？ある。あら。当たった。なんも特には引いてないんすけど。当たりました。20ゲーム。カモーン！犬。ああ、いや、十分。いや、素晴らしい。これ100は素晴らしいです。頑張りました。よくやった。エリニョスステージから。トータル200ゲームの581枚。まあ、合算ですね。お？ある？右上がり1回引いただけ。当たった！ 25 ゲームで、これどうなんでしょうね。ループ取ってんのかな？薄いの取った？はい、70ゲームです。まあ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 、地道に増えてる、地道に。はい、トータル320ゲームの844枚。うわー、ありそうや。まだあるでしょうよ。1234ループ目、違う、まあ3ループ目か。70ゲーム。4回目、当たりました。15ゲーム。はい、70ゲームです。541ゲームの1500枚が買いました。すみません、1523枚。で、6000超えましたね。6410枚。もしもし。お疲れです。あ、お疲れ様です。12時間中の6時間半分経ちました。はい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 。あ、いい声やね。え、引いた？いや、確定形は引いてないですね。へえ、4のポテンシャルを、うん、どうですか。112%。 え、めっちゃ上がってるやん。おお、1400枚ぐらいかな、プラス高太郎くん次第みたいなとこあるからね。機械割りが、はい、100、はい、53%。 おいおい、上がってるやんけ。あ、バケモンおるな。で、枚数の方が、はい、プラスの、はい、6000、やっぱ300枚、299枚。あ、もうやめよう、この頑張って。はい、はい、頑張りましょう。はいはい、お疲れっす。はい、はい。